楽曲「Unpresent」の制作で印象に残っていることを教えてくださいああ印象に残っていること「Unpresent」作り始めたのがドクターノンが結成したすぐぐらいだったんですけどもともと音楽の活動はしてたんですけど自分でフルで曲を作るのは初めてだったので。 すごく時間もかかったし、何を質問したらいいかもわからなかったから、一番、自分との戦いみたいなのがありましたね。ありがとうございます。